こんにちは。朝6時半です。綺麗な朝焼けになってましたね。気温は 11.5 度。とても暖かく感じます。風は少しありますね。ここからデジカメ撮影です。今日も朝日が拝めそうですね。だんだん東の空が綺麗な色になってきました。低い山の広葉樹の葉っぱが綺麗に色づいてきました。東の空、どんどん明るく綺麗になってきます。半田山方面は霧でしょうか。霞んでますね。太陽が出てきますよ。今日も綺麗な日の出が見られます。遠くの方で白鳥の声がかすかに聞こえました。カメラを持って急いだら偶然に撮影に成功しました。こんな風にうまく映すことができると嬉しいですね。白鳥5羽飛んでいきました。日の出です。今日もいいことがありそうな気がします。電線に止まっているのはヒヨドリですね。お日様、きれいに昇りました。スズメかなと思ったらカワラヒワでした。映っているのは3羽ですが、もっとたくさん来ていました。上の方にはスズメもいますね。大手まりの枝にシジュウカラが来ていました。電線に止まっているのはスズメですね。電柱の上にはハシボソガラスが止まっています。白ボタンかもしれませんね。真っ黒ですね。隣の家にオナガが来ていました。何の目的で来てるんでしょうね。ここをねぐらにしようと考えているんでしょうか。とても綺麗な鳥なんですが、集団でやってくるとちょっと厄介な鳥です。オナガは雑食だと思いますね。動物性のものも食べます。久しぶりにふんどし母さん猫がやってきました。元気そうですね。電線に止まっているのはつぐみです。9時半になりました。雲がたくさん出ています。パンパスグラスはちょっと揺れてますね。ボタンクサギ、この後どうしたらいいかちょっと悩んでいます。金魚草は相変わらず元気ですね。たくさん咲いています。今の時期にありがたい花ですね。アガパンサスの葉っぱが黄色くなってしまいました。こちらもアガパンサスですが、青々としています。種類によってだいぶ違いますね。こっちのアガパンサスも、まだまだしっかりしています。ここ数日の冷え込みで庭の様子がだいぶ変わってきています。ヘメロカリスのコーナーはこんな感じですね。少し葉っぱがくたっとしています。ここからはデジカメ撮影です。ムクドリですね。そしてスズメです。またまたムクドリです。スズメと並んで止まっていたんですが、飛んでいってしまいましたね。車で大人の休日クラブパスを買いに駅まで行っている途中です。帰り道です。虹が出てるんですが、見えるでしょうか。ちょっと見えにくいですね。真ん中あたりです。だんだん見えなくなってしまったんですが、家に着いたらば大きな虹がまた出ました。近頃よく虹が出ますね。朝の丸尾です。外の鳥を見ているところでしょうかね。夜は父ちゃんと一緒には寝ないんですが、昼寝は一緒にしますにゃ。今日は孫娘がバイバイにゃんをします。今日はこれでバイバイにゃ。